コーダの皆さん、スタンバイよろしいでしょうか。さあ、それではやってもらいましょう。続いてのチームは、ダイハーブ。拍手。今回はデライトで行ったパフォーマンスを披露させていただきました。僕たちは今年のコンテストで準優勝して世界大会に出場させていただきました。で、世界大会出場や帰国後すぐのデライトなどでこう結構たくさん悩んで楽しいことも多かったんですけど、とても辛いことが多くて、でもそんな時に3年生の先輩方がたくさん話聞いてくれて、寄り添ってくれて、笑わせてくれて、そのおかげで結果は残せなかったんですけど、みんなにめっちゃ良かったねって言われるいいパフォーマンスをすることができました。優しい先輩方の温かさに本当に救われていました。ありがとうございました。またご来場いただいている皆さんの中にもいっぱいいてくださると思うんですけど、ダイハードを応援してくださっている皆様、本当にありがとうございます。いっぱい寄り添ってくれている先輩方や応援してくださっている皆様のおかげで、こうして僕たちはパフォーマンスすることができています。本当にありがとうございます。さて、来年はもう僕らの引退の番ですが、今のかっこいい先輩たちに負けを引き劣らないぐらい胸を張ってしっかりパフォーマンスできるように
あと1年頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ダイハードの皆さんでした。